とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はいい装備をもらいました。ありがとうございます。これ、不気味なゴーディアンです。このね、イベント装備の使えるやつがすごく欲しかったんですよ。特に、この不気味なゴーディアン、そして大釜のアーマー、その二つどっちか欲しかったんだけども、これもらっちゃいました。エンチャントもいいね。ポーションバリア、そしてクールダウン。で、こっちは変更かな。いいやつがついております。まあ、性能としては、ウィザーアーマーと同じなんだけども、この見た目よ。かわいらしい。では、デイリークエスト、早速やっていきましょう。それでは行きましょうか。レッドストーン鉱山です。デイリー3。で、これ何だったっけ？エメラルドはプレイヤーの HP が4になるまで回復する。これ意味がちょっと忘れたんだよな。前教えてもらったんだけども、忘れましたね。で、ウィッチに代わって臆病をつけてるっていうやつです。で、今回のアーティファクトは、羽、アミュレット、キノコ。これで来てます。キノコを入れてるから、あ、キノコじゃない、アミュレット入れてるから、35% のプラス 50% で、常時 60% ぐらい軽減してくれるのかな ?64% だったかな、それぐらい軽減がつくから、全然強いでしょう。落ちちゃうね。まあまあまあ、落ちちゃいますよ。し、6% 吸収もついてるんで、これは使いやすいはず。6% 吸収とね、この、モーションバリア編成はすごく強いっていうのはもうすでに分かってることなんだよね。いいね、使いやすい、回復する。うん、まあ一応キャプテンは全部探しながらやっていきます。いるかな、どうだろうね。こういう敵がいっぱいいるとこに行っても多分全然余裕のはず。うん、多分全然こんな敵が固まってても。いいね、ポーションバリアで回復するし、まあまあまあリフレッシュでなんとか60秒間がいけるぐらいか。やっぱね、勇者じゃないとちょっとポーションバリアをね常時発動するのが難しいんだけども、まあまあソロプレイだったらいけるね。うん、ソロだったらばまだ発動しやすいね。なかなかいないなぁ。おー、なかなかいない。あ、そうか、それでプラスで俺はあれか。この装備には、ガードストライクついてるから、そうか、常時 90% ぐらい軽減はしてくれてんのかな。あ、それぐらい軽減してそうな気がする。いやいや、でもいないな。キャプテンいねえな。いないなぁ。うん、あ、こういう敵が多いところは発動継続しやすいからいいよね。とりあえず敵をガシガシ倒していこう。うん、村人を救出する前にまずは倒していくか。うん、ポーションバリア切れたとしてもガードストライクとアミュレット、そして 35% 軽減で結構なんとかなっていくもんだな。で、これにさらに弓で弱体化がつけば、すごいよね。だいぶっていうか、すごくない？ 95% ぐらい軽減してくれる？いや、もっとか。もっとだね。ポーションバリアで 90% でしょ？で、鎧の効果で 35%。で、アミュレットで 50% の、ガードストライク 50%。もうほぼほぼダメージないじゃんね。うん、なんかそういう感じで作っていけば、おそらく 75%HP が減るところプラス変更点で攻撃力がね、敵の攻撃力が結構上がったとしても対応していくことはできるか。いなかったな。てか、ボスのレッドストーンゴーレムの前に普通のレッドストーンゴーレムがいるっていう。まあ全然余裕だったけどね。キャプテンいる、いた。
そうか、ここもともと少ないか、キャプテンが。もともと少ない場所ではあるのかな。あ、いたいたいた。よっしゃ、倒していこう。ちょっと待って。これでいく。あ、こいつは変動がついてるのね。オッケー、どっち？脅威か。いや、いなかったね。今回は、ちょっといませんでしたね。まあ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 、行っちゃいましょう。まあそこで倒せるんじゃない？ OK。あとは、無理か。あ、トムダメージでいくかなと思ったけども、行ったね。余裕でーす。さあ、それでは戻ってきました。今日は昨日もらいました。これ、不気味なゴーディアン使ってみました。ポーションバリア編成の、ウィザーアーマーなんだよね。でも見た目がこれ最高に可愛いので、これは使っていこうと思います。ありがとうございます。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。